滝沢秀明が三宅県、平野市を神宮寺ゆうたらと飛べで作る新時代突起の世界、エンターテインメントで果たす使命とは、今から11ヶ月前の2022年11月8日、滝沢秀明は自身の SNS でこう綴った。 時間、時代がただただ流れていってしまわぬ様に、平等に与えられた未来という場所で、僕ら人間が夢を見るだけでなくつかむために、たったそれだけのこと。滝沢はその本質に、飛べ、という名前をつけ、エンターテインメントの力を信じ、仲間を増やし、今この瞬間も挑戦をしている。そして、三宅県、平野塩と神宮寺雄太、イムップ、大統立期。 北山広光、12人の仲間が集まったこの3ヶ月。この時間の本質は、飛べというチームの全てを見せることにこそあったのだと思う。新たな門出に立ち、彼らチーム飛べが戦ってきたものとは、果たして何だったのか。時代はいつも一人の強い思いから始まります。これは、飛べのオフィシャルサイトに刻まれた言葉だ。滝沢が生きる中で、その目で見てきたもの。 実感。トベの掲げるこの言葉には、そういったことが彼と地続きのアイデンティティに根差している。滝沢は常に世界を見ている。彼はトベのコンセプトに、新たな時代、ニューエラ、次の世界、ネクストワールドというワードを掲げていた。思えば、トベの所属アーティストもそうだ。 三宅は僕のことを知らない世界の方々に向けても僕たちが作るエンターテインメントを頑張りたいと話していた。神宮寺は僕たちが発信するエンターテインメントで世界中の人たちを笑顔にできるような景色を見せていきたいと語り、平野はこれからいろんな色をつけていってどんな色になるのか将来を楽しみにしながらみんなと一歩一歩進んでいきたいと言っていた。 北山は所属を発表した時に覚悟を持ってこうして立っていると話した。それらは世界に対して何かを引き受けたように思えた瞬間でもあったし、本当にその通りなのだと思う。無数の自問自答による痕跡がこの言葉には詰め込まれ、そうして放ったもののように思えた。その正解、もしくは正解のなさについては、 きっと今後彼ら自身の中から出てくると思う。トベが世界を見つめて示した新たなスタンダードとはイムプオと三宅、あるいはトベは楽曲を世界同時配信することにこだわっているように思う。すべて世界へ向けて違う場所にいても同じ時から聴くことができるように工夫をしている。それはつまり滝沢が広げようとしている新たな時代。 それに対する圧倒的な上位概念として、世界への視線が存在するということなのかもしれない。例えばエムプエの、クルージン。この曲は、トベアーティストがリリースした最初の音楽作品である。爽快感のあるポップパンク調のアップスチューン、覚えやすい振り付け、プラクティス動画で認識する完成度の高さ、ストーリー性のある MV。 その全てが3分26秒という短さに収められた。これがトベが世界へと示した新たなスタンダードだった。このスタンダードを構成するサウンドを作り上げたクリエイター人の名を見ても意思表示の一つとして取れると思う。作曲クレジットに並ぶのはアビン、スレイ、チェイス、ロコベリーの4人の名前。全員が韓国のアーティストである。 彼らの元来の視線上である K-POP シーンにおいても言えることだが、今、音楽シーン全体でポップパンクのリバイバルが起こっている。それも、流行だからと波に乗るだけにとどまらず、今ならではの新視点、新解釈、新基軸をどのアーティストも打ち出しているところが、このリバイバルの面白い点でもある。それは、クルージンにおいても同じだ。覚えやすいポップなメロディライン。 ヒックホップとのクロスオーバー、トラップミュージックも取り入れ、ラップの要素も混在している。どこをとってみても、世界のトレンドにこうした楽曲と言えるものとなった。彼らは世界を変えようとしているのではなくて、次の世界を作ろうとしている。歌詞にしても、彼らはこう歌っている。一人じゃない、迷わない、話さない、と、誰かの SOS に答え、言い聞かせる。 まさに届けること、そして届けられることを目的とした曲だと思う。人はみんな一人ずつで、どんなに群れても永遠と孤独を抱えている。音楽にもパフォーマンスにも、どんなエンターテインメントにも、それを変えることはできない。でも、一人ずつと自分をつなげて、チームにすることはできる。音楽は音楽そのもののためだけに存在しているわけではない。 宣伝されたパフォーマンスはビジネスのために存在しているわけではない。歌やダンス、あるいは SNS で発信される言葉、そのどれもで感じられるのは、チームトベが示す視線の先にはいつも必ず誰かがいるということ。だから m Up は、トベにとっても初めてのリリース楽曲である、クルージン、で、一人じゃない、と歌い、その先で、迷わない離さない、と、帰結させた。 それは、世界中の一人一人を、彼ら自身も含めて、肯定するための強い覚悟だったのかもしれない。異なる個性が集まったチームだからこその快進撃、革命、希望。トベがやっていることを表すのには、もう少し正確な言葉があるかもしれない。でも、彼らが本当の意味で次の世界へ向かう準備ができたのは今であり、だからこそ。 ここから始まる新章を信じられるのだと思う。支えること、支え返すことは、彼らが次の世界を見つめれば見つめるほど、つながり合うことへと展開されていく。受け手の生活や人生に関わることがエンターテインメントに課せられた使命の一つなのだとしたら、きっと飛べという新たな時代、新たなスタンダードは、絶対的な価値を持っていると思う。 少なくとも私の人生にはこうして関わっている。林七こうして